それではいただいたメッセージをご紹介しましょうはい今日のテーマはそんな文句私に言われてもとたくさんいただきました、はいえー、ラジオメネームですねいくえさん、うんえー、独身の時にラブホの清掃のバイトをしていた時のことです壁が薄く声がよく聞こえていましたある日ロフロントにお客様から電話があり今大事な話をしとんや隣のメス豚がうるさいわ黙らせろと言われました、えー、そんなこと言われてたと

うちのおじいちゃんが亡くなって半年なんですが、先日友人と名乗る人が来て、実は生前一万七千五百円を貸したままになっていると請求されました。何の証拠もあらへんので、<laughs> それはちょっとと断りましたが、<う>毒疲れボロクソに言われました。<う>もし話に乗っていたら、何度もたかられていたかも。わ、えー、かれへんね。この証拠ないもんね。この腹をいてないまったくない。細かいですね<は>また。それ言われんねえ腹立つな。<laughs> 証拠がないやないですかこんなもんな。 ラジオでも16問キックさんですね、うん、ある日会社の営業者で外回りを終え帰ってきたら右前輪がパンク、うん、釘を踏んだみたいですと<ら><ー>専務に報告すると「なんで釘踏むねんしっかり前見て運転しろ」と文句を言われました前,前見て運転しても釘までは見えません、うん、そんな文句言われてもあまりに理不尽ま <laughs> あでもこういう会社多いやろうな毎日やっぱこんなんないんでしょ で,でもあるんじゃないですか,どこかどこやっぱ上司によりけりやな。大きい会社やからさ,てもさ上司によりけりですよ。 はい、うん、<laughs> さあ続いてラジオネームお一人様様です、うん、え私今39歳独身なんですが母親から「40歳までには結婚してほしい」としつこく言われます、まあ、でも今のところ縁がないのか結婚の毛の字も出てきません、まあ、誰か結婚できる方法教えてでも今ほんまにあれ流行ってるみたいだけどねそういう紹介状みたいなねああ多いねうんそれで結婚した人もいっぱいおるからもうなんか今の時代そんなすっといいんじゃないかねそういうか結局ままああその、うんまあ 三方式が結婚だけののことを考えたらいいのよ別にその年月とかそんなこと考えんとあ二2か月だけでポ,結婚とポンって結婚して、うん、あとはもう針の山歩くみたいなそこが問題やんだあと <laughs> <laughs> のことを考えるから今躊躇するんやからねいやでもねその結婚紹介所やったら結構こうきっちりしたところのねの分かるやんそれは働き手はさ そのちゃんとしたとこでもあるし年収もあるけどえげつない不潔やとかそういうことはわからんわけやもんね,ね結局は不潔なんほんまにあの子が言い過ぎちゃうのちょっと異様に言い過ぎやねんろなあかと思うよねちょっと、えー、ちょっとなんか言いたくなる何かがあるのかもしれん <laughs> 俺にはそれが分からへんけどな<や>全く分からへん <laughs> むっちゃ分かってるやんほんとならか。<laughs> ラジオネームミノババさんですね、うん、私が三人の娘がいます長女が生まれた時主人の父親に女の子かと言われ二女が生まれた時はまた女かなんでやとついえきつい口調で言われましたああ返事に困りました私に言われても仕方ないですよね女家系であるもんね<計>結構でもきついみたいよ

社員旅行で京都へ一泊私が世話役として旅行会社と相談して嵐山保津川下りへ前日の雨で水量が多くなんとか亀岡から船が出ましたが案の定水しぶきでびちゃびちゃあれつらいねえあれ濡れますよ時期によったらなおまけに帰りのバスが名神渋滞で予定より2時間遅れで到着自然現象にはどうすることもできません漢字役世話人はつらいですねあれはねもう やったことあるほずかくだりないんですよこの時期ちょうどやけどただ寒いよ俺にも聞いてよやったことあるってやったことあるのないんですよ何やうっとうしいわいや本当にそんな言い方しました私ほずかくだりは一回やった方がええよななないんんです俺何回回もたかあれ楽しいよほずかくダリあれ楽しそうやけどただ一人ピッキリやからなバカにしとるでこうやってずっっと言てますせやろ こういう一回出しちゃ。そんな言い方しました?。私。してようがしてまいが、こんなしようね、こいつ。あ、やば、平たく言うで。はい。アホやね。んもう気に入った、こればっかり読んで。うん。かれんのに、聞いてる方ラジオの。そうですよね。気にた、こればっか言うから、もう。うれ。これでもう、人がたまに向かってこつこいから。一回っだけど、三回、四回言うからさ。あと、水が濡れるんですね。 水が<ー>水でんでる、水、まあ、あの、濡れる時と、あの、ええー、天気の時は、そんな濡れへんで。<ー>雨がぐわ、ーとか、降ったりとか。雨の翌日がよくない。量が、ね、雨んで、はい、川の量、いたことないの。ないんですよ。ちょっと、さっきみたいに、西洋。ないんですよ。今年は。 ラジオにもアンコロムちさんですね私は、えー、いわゆるおちょぼ口というか口が小さいんですと<ー>歯医者さんで治療を受けた時にもっと大きく開きませんかと言われ、ね、口の端の横を指差して 普通このぐらいまで開くのになやりにくいなと文句を言われました。その文句を私に言われてもどうしようもないでしょうと。その歯の治療が終わってからは別の歯医者さんに変えました。そうやで。歯医者さんもね今やもう商売ですからね。すっごい数あるからね。だからもう言うたらするとやっぱ気分悪いもんやからな。昔は結構うるさかったよ。だから今やもうもうインターネットで評価とか出るからさお店屋さんとみんな一緒ですよ。病院もすべてサービス業とね。サービス業とね。さあどなたにあげましょう。まあいろいろあったけどなどれにしようかな。 もうこれやな、一万七千五百円の話しましょうか。うん、かに急に言われたやつ。はい、<な>では、琴葉さんに三千円をプレゼントします。はい、たくさんのメッセージ、ありがとうございました。はい